青白王子が手を差し伸べてあげたヘズマリオに関して、美咲さんの恩をあだで返し、なぜ青白王子と美咲さんっていう別の呼び方をしたんだろう。絶賛ホームレスビジネスで物声と TikTok のスパチャで、一月30万円荒稼ぎしてるらしいです。ひろゆきさんが以前いい人か悪い人かわからないと言ってましたが、ここまで貪欲に生き残ってるのは両国勘吉のようなどこか憎めない一面を出しているから、ここまで支援者がいるのでしょうか。これからも投げを上げ続けそうな気がしますが、どう思いますか。そのいい人か悪い人かわからないって僕言ったんですけど、一回その、有罪判決が出た後に、結構その、首相なことを言っていたのを、ニュース記事を見たんですよね。で、それがまあ、口から出任せで、こういう時言っときゃいいよねっていうので言ったのかどうかわかんないですけど、で、ただ、あれだけ知名度があって、で、ホームレスをしてて、なんか喋ってるだけで30万円もらえて、モテるんだったら、確かにそれ続けちゃうと思うんですよ。青白王子のところ追い出されたのも、なんか女の子連れ込んだからが理由らしいんですけど、有名な人だから、お近づきになりたいみたいな女の人っていうのが割といるっぽいんですよね。よくわからない話、誰それ？ヘズマリュウさんっていう、スーパーで魚をレジを通す前に食べて、それが捕まって有罪判決になったりとか、コロナになってるにもかかわらずイベントやりますって言って、山口県かなんかでコロナをばらまいて、山口県の知事かなんかに名指しで、こういう迷惑系 YouTuber 良くないみたいなこと言われてて、まあ迷惑系 YouTuber のなんか代名詞みたいな感じになっちゃったわけなんですけど、なので、反省してる時にただまあ他の食い方できないとして、でなんか言う、その TikTok とかやって話題になってると金がもらえるんだったら、まあ食うためにもそれをやらざるを得ないからしょうがないよねっていう部分もあると思うんですよ。まあ迷惑系って言われるやつですね。で、まあ女の子も来るんだったらそれが続いちゃうよねっていうのがあると思うので、なので止めることができないのと、じゃあそういう状態になって他の選択肢がありますかっていうと結構難しいと思うんですよ。なので、いい人か悪い人かでいくと、いい人かもしれないけど、それ以外の働いて稼ぐ選択肢を持ってないっていうのであれば、結果としてそうなっちゃうと思うので、なので未だに僕は実はいい人か悪い人かわからないと思ってるままなんですよ。で、ただ、言えるのは、頭が悪い人は確定してるなと思ってるんですよね。人がいいかどうかは別にして。要は、選挙で持ち上げられて、で、受かるわけもないのに持ち上げられて、迷惑系 YouTuber 的な動画を撮って、で、それが日本中にばらまかれてしまったので、あ、この人迷惑系の人だよねっていう知名度を日本中にばらまいちゃったんですよ。で、結果として、まあ、もちろん選挙で受かるわけもなく、で、その悪名だけはばらまいといて、で、そこの政党の人は、もうこいつとは縁切るわ、みたいな感じになって、あとは知ったこっちゃねえよ、みたいなことになって、ホームレスになっちゃってる状態なんですよね。なので、うまく利用されただけなんで、やっぱり頭は悪いと思うんですよね。で、頭が悪いと、やっぱり普通に働くのも難しいと思うので、ホームレスやりながら、こじき行為をするという状況にはなっちゃうんじゃないかなと思うんですよね。なので、まあ仕方ないんじゃないかなとは思いますけど、はい。ただ、一応ホームレスって違法なので、そのうち結構面倒なことになるんじゃないかなと思いますけども。